ミカの予言、聞け、主の言われることを、立って告発せよ。山々の前で、ミニメニに、お前の声を聞かせよ。聞け、山々よ、主の告発を、とこしエの地の元へよ。主は、ご自分の民を告発し、イスラエルと争われる。 わが民よ、私はお前に何をしたというのか何をもてお前を好かれさせたのか私に答えよ、私はお前をエジプトの国から導き登り、奴隷の家からあがなった。また、モーセとアランとメリアムをお前の前に使わした。 何をもって私は主の見舞いに出いと高き神に抜かすくべきか。焼き尽くす捧げ物として、東西の格子をもって見舞いに出るべきか。主は喜ばれるだろうか。いくんのおひすじ、いくんの油の流れを。 我ががを償うために調子よ。自分の罪のために。大の実を捧げるべきか。人よ、何が善であり。主が何をお前に求めておられるかは、お前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し。へり下って、 神と共に歩むこと、これである。神の言葉、カミニカンシア。私たちは神の民、その巻き場の群れ。 わたしのたを集めよ。ひきにを捧げて契やくを結そぶたみよ。天は神の正義を告げる。神はすべてを裁かれる。わたしたちは神のたそのまきばの この日に私を呼び求めよ私はお前を救いお前は私をたたえる感謝を捧げる人は神をあがめる正しい道を歩む人を神は確かに救われる Watashi tachi wa kami no tami, sono no mure. Alleluia, hallelujah. hallelujah. コに心を閉じてはならない今日こそ神の言葉を聞こうキコウォーレルユウユウ 何人かのリ法学者とファリサイ派の人々がイエスに先生、シルシを見せてください。と言った。イエスはお答えになった。横島シ神にそのいた時代の者たちはシルシを欲しがるが預言者イオナのシルシのほかには、シルシは与えられない。つまり、イオナが、 三日三晩大行の腹の中にいたように人の子も三日三晩大地の中にいることになるニニベの人たちは裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろうニニベの人々はユナの説教を聞いて 悔い改めたからである。ここにユナに勝るものがある。また、南の国の女王は、裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王は、空者血を聞くために、地の果てから来たからである。 Kokoni soromoni basarum monoga aru. Kristoni sambi.